はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、大阪にございますフライヤーフライヤーさんですね、こちらにお邪魔しております。というのも、あのね、マックスさんとかがいろいろ動画で出ているサムライイーティングさんの企画でガオーっていう、いろんな人と大食い対決をして勝負するって企画なんですけれども、今回はね、こちらのフライヤーフライヤーさんの唐揚げカレーを使った勝負をね、行うということで、僕もね、今回はこのガオーですね、参加させていただきたいと思います。とりあえず、出場者見に行こう。1人目の出場者のマックスさんですね。どうもマックスさん、今日は、はい、何キロ食う予定ですか？今日8キロを目安に、8キロ以上以上、はい、目標に頑張りたいと思います。2人目の、挑戦者というかチャレンジャーですけれども、エビマヨちゃんでございます。お願いします。でもね、まあ、意外に僕らの面識がもともとあるっていう。そうですよね。そう、3年前ぐらいから、ね、はい、動画を始める前からね、あのご飯行ったりしてましたけど、はい、若い方の中ではもう一番株ですから、もう伸び率がえぐい、うん、伸びしろがすごいんでね、ぜひね。チャンネルも胃袋も伸び率すごいね。すごいね、すごい。7キロとか平気でチャレンジしちゃうから、ね、もうあの本当にこのね、エビマヨちゃんやばい子なんで、もうぜひね、あの皆さん今日の、チャレンジ結果楽しみにしてください。ありがとうございます。お願いします。お願いします。はい、ということで、しのけんくんでございます。お疲れ様でございます。お疲れ様です。しのけんくん、今日は何キロ食べる予定ですか？今日はですね、6は行きたいですけど。じゃあしのけんくんも頑張ってください、はい、ちゃんと昨日カレー食べたんで。カレー食べた、はい、もう模擬戦もしてるということで、一人でね。カワザイルことカワちゃんでございます。はい、ってことでカワザイルさん、何キロ食べる予定ですか？いや、僕も早食いがあんまり得意じゃないんで、7 7いいかなっていう。って言ってるじゃん、あ、絶対超えてくるから。彼は俺を倒すのがモチベーションだから。じゃあもう本当にこの川ザエルさんとマックスさんの対決、めちゃめちゃ見ものですね。じゃあ川ザエルさん、あの関西チームで僕敵ですけれども、あのマックス鈴木先輩、ボコボコにしちゃってください。ということで、ラストのチャレンジャーということで、関西チーム、ゾウくんでございます。お疲れ様でございます。でもゾウくんもね、皆さん知ってる通り、若手の有望株でございますが、今日は何キロ食べる予定ですか？何キロって決めてないですよ。とりあえず限界まで、限界まで今日は思ってるんで。全員バチバチっすね。佐野さんでございます。おはよう。佐野さんもね、はい、まあ、今回関西の方で、はい、ちょっと面白い企画を撮影したということなんで、はい、今回のガオーの方には参戦はしないんですけれども、しないんですね、はい、ぜひ皆さん、視聴者の方もね、この佐野津さんの面白い動画もぜひご覧くださいということで、はい、本日のね、出場者はこんな感じでございます。僕らもね、個人でみんなチャンネルで撮るんですけれども、本来のメインはね、こちらガオーさんの、企画をしてくださったサムライイーティングさんの方のチャンネルで、もう全員のね、対決の様子は出ますんで、そちらのね、YouTube の方もぜひご覧ください。お願いします。ということで、改めて今回開催されたこちらガオーのルール説明をさせていただきたいと思います。東西に分かれた各3人のチーム戦となっておりまして、食材はフライヤーフライヤーさんの唐揚げカレーとなっております。重量につきましては1皿約 1kg、 制限時間は1人15分。お皿に具材が残っていた場合、グラム単位で計算をして総重量が多かったチームが勝利となります。それではこんなところで本編の方へ移らせていただきたいと思います。それでは第3回ガオー東西チームバトル先鋒戦スタートします。5 4 3 2 1、開始。よいしょ。
イス。4分経過。5分経過、残り10分です。
6分経過。7分経過。9分経過です。10分経過です。残り5分です。いける大丈夫、いける。
11分経過。12分経過、残り3分です。13分経過、残り2分でございます。14分経過、残り1分です。残り30秒。20秒、15秒、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。ということで本編の方ご視聴いただきありがとうございました。正直にね、結論から申し上げますと僕超雑魚でございましたまあね、もうこれ雑魚っていう前提のお話ですよ。これ言い訳とかではないんですけれども、僕とゾウくんがこの大会の1巡目にこちらのカレーを食べたんですが、
重量に対してこの制限時間でどれぐらいのペースで食べていいのかっていうのがまだ誰もつかめてない状態だったので、まず僕はねもうトップギアで誰よりも最速で一杯を食べきりながら試合を進めていこうと思ったんですけれども、それがねだいぶあだとなりました。もうね3杯目ぐらいからこう横隔膜がね痙攣しだして、でもう食べ物がね飲み込めなくなってきたんですよ。ぶっちゃけて言うともう3杯完食した時点あたりから事故る直前でございました。本当にねもう飲み込もうとすると出ちゃいそうみたいな僕自身もね久々にこの早大食いというか、まあ試合大会のような形式で戦ったんですけれども、食べ順や食べ方それにペースなんかもね少しでも間違えてしまうと普段のポテンシャルなんかが全く発揮できなくなったりとか、このあたりの大会特有の厳しさというか怖さっていうのを改めて感じましたし、逆にね普段では味わえない大会だからこそのこの緊張感とか楽しさっていうのをね改めて肌に感じたので、本当に大食いってねまあエンタメとして見ても面白いものではあると思うんですけれども、こういったね競技の面白さ、これをね実感させていただきました。まあ今回のね蛾王戦に関しては全くポテンシャルは発揮できずにもう雑魚な感じでまあちょっと、ね、言葉は悪いんですけれども、本当にそういった感じでこの大会終わってしまったので、まあ次ね、お呼びいただけるかはちょっとわからないんですけれども、もしね、お呼びいただけた際には、しっかりと調整なんかもしてね、テレビの大会なんかと相違がないぐらいもうバリバリに仕上げて、皆さんにね恥じないような試合が、お届けできればいいなと思ってはおります。僕個人の感想はねこの辺りで終わるとして、まあ、大会全体のお話なんですけれども、本当にね大会自体めちゃめちゃすごかったです。もう良かった。やっぱりこう6人がね本気で戦ったりとか、もちろんスタッフさんも本気で開催をしてくれたので、大会の中でもいろいろとね感動的な出来事とかもございまして、本当にね本編これね楽しいものに仕上がってると思います。皆さんのね、まあ、個人チャンネルの方でも、こうやって僕のように個人個人競技してる姿を動画で配信はしていますが、改めてね、こちらのサムライイーティングさんの全編公開してる動画については、概要欄の方に URL 記載しておきますので、ぜひね、皆さんそちらもご覧ください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。